直おき之助直すけ之助から1938年12月2日は、日本の実業家、日本マッチ製造を創業。兵庫県会議員、神戸商業会議所議員等を歴任し、神戸商業の発展に尽くした。1851年、現在の兵庫県神戸市兵庫区で財家長にて木材、及び新担問屋を営んでいた、神田昌次郎家に誕生。 吉太郎と命名。1866年兵庫家事屋町にて代々、米国の大仲がをしていた直樹家の養子となり、聖之助と改名。1870年の米家大暴落により、八日倒産の不幸に見舞われるも奮闘努力の中1877年西南戦争にて、米需要が起きたことを契機に再起する。その年に妻講子と結婚し、長女高子が生まれる。 1887年、完成の改革を転機に、荒田町に直木マッチ製造所を建築、マッチ事業を始める。同業者に先んじて、商標を作ったマッチが評判を呼び人気を博す。事業はますます膨張し、1907年に、三井物産合名会社に交渉し、同社の参上を得て、本田義和、森安三郎等と合同し、 日本マッチ製造という会社組織に再編させて、中国、インド、東南アジア、アメリカ当初外国にマッチを輸出し、その販売額は、本邦輸出額の4分の1強を占めた。ありがとうございます。